3日目の予選最終日を迎えました第3回日韓大衆杯、明日が2つの準優勝戦となりまして、ベスト12をかけて勝負の1日となります。昨日とは変わって風は収まってきました。3日目の水面上、まずは第1レース予選競争の開始です。対戦メンバー1号艇埼玉堂原博文、2号艇埼玉大谷健太、3号艇東京木下陽介、4号艇佐賀山口隆、5号艇東京斉藤博正、6号艇埼玉野田翔吾、以上6名の対戦です。コース枠番通りで決まっていきます。内枠勢が今日2走勝負掛け、現在ボーダーは7点ちょうどという状況です。1番堂原は連勝で7点ちょうどという状況になります。1番の堂原1コース2コース2番大谷、3番の木下、まだバックストレッチ側、現在はエンスト状態でしょうか。後ろ3艇は引っ張った展開、3番の木下現在もエンスト状態のようです。12秒新回転を始めていますが、3番木下定段から離れた位置です。進入開始しておりますが、3番の木下エンスト状態、ファンの皆様にお知らせいたします。この第1レースは再発走となります。この第1レースは再発走となります。3番の木下選手エンスト状態となりました。一旦前提ピットに戻しまして再発走となります。再発走までは今しばらくお待ちくださいませ。繰り返しファンの皆様にお知らせいたします。第1レースは前提一旦ピットに戻しまして再発走となります。第1レースは前提一旦ピットに戻しまして再発走となります。再発走までは今しばらくお待ちくださいませ。1番2番4番5番6番です。スタートしました。ダッシュ勢3艇がここは早いスタートになってしまいました。1周1マークの攻防となります。早いスタートが出ています。第1レース、ファンの皆様にお知らせいたします。第1レースは4番山口、5番斉藤、6番野田、この3艇がフライング変換欠場でございます。また3番の木下は待機行動中のエンストによりまして変換欠場です。このレースは3番4番5番6番この4艇に関する投票権は全て変換となります。なお3連単をはじめ不成立となります掛け式がございます。投票権ご確認の上どうぞ大切にお持ちください。1番2番3番6番4番5番です。スタートしました。インコース1号艇辻は早いスタート、4コース6号艇佐々木はどうか、際どい。ただいまのスタートは判定中、ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1マーク6艇回っています。現在6号艇佐々木と1号艇辻がトップ並走となっていますが、ここでお知らせいたします。1号艇辻映像はフライング、10レース1番はフライング変換欠場となりました。ファンの皆様お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。
予選独占第11レース。スタートしました。勢い3番、2番、2号艇、パンチ力で2号艇。出ていく鈴木健一、もともと攻撃タイプ、先制まくり。4号艇、角度をつけていくが、前が少し詰まった。3号艇切る。おっと、後方、接触がありまして、バックへ入ったが、上位定段からは2番、3番、5番あたり、前提スタート、正常でした。残念ながらお知らせいたします。1号艇の一ノ瀬明選手が転覆アクシデントし1回に少しばらつくそんな状況から出揃った5名がバック側、イントニコース3コース内枠メンバー枠なり、その下には6号艇の松本がついています。コースに4日間の勝負決戦第33回の中日スポーツ銀杯争奪戦、2日目ならせいは終盤戦第10レースを向けています。なおこのカード5号艇の大沢まら全レース不調のため欠場を従って5選手による争いになります。1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠なりの3対3、1秒、今スタートしていきました。コーススタートはインコースから1号艇の小池周平、内側がわずかにいいスタート。1マーク逃げる1号艇の小池、握った3号艇まくり出し、刺して2号艇、5号艇、あと4番、6番ですが、さあバックスリッチは1号艇で陰線から後方ではアクシデントがありました。なおスタートは正常でした。第1レースは2号艇の深井俊久失格となっています。1番、2番、3番、4番、6番、5番、まもなくスタート。2秒、1秒、今スタートしていきました。コースタートはインコース1号艇の下条、人気の中心がトップスタートを決めて1マークへと向かいます。逃げる1号艇の下条、握った3号艇が流れて振り込んだ。内から2号艇、4号艇、あと5番、6番、またアクシデント。なおスタートは正常でした。第2レースは3号艇の加藤翔馬が失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠内進入。2秒前、1秒前、今スタートしていきました。コーススタートは2コースから2号艇、あとは4号艇、6号艇、偶数コースの偶数艇。まずは逃げる1号艇の船岡、握った3号艇で刺して2号艇の高倉、さらに懐4号艇、6号艇、5号艇ですが、さあバックスレッチャー陰線から踏ん張ったか、1号艇の船岡陽一郎、一定進で2バッタラスに2号艇、3号艇、内役3艇が上位、そして4号艇、5号艇、接戦状態、最高峰に6号艇の上野。なおスタートは正常でした。ランタンマーク、まずトップは1号艇人気の船岡、2バッタラスに2号艇回る懐を追っつけて5号艇、さあ仕返して3号艇、4号艇、6号艇ですが、さあ後方ではアクシデントがあった。さあ2バッタラスではわずかにここで今度は4号艇、5号艇、3号艇が接戦レーサー2周目へ当たります。なお2号艇の高倉和人が失格となっています。1番、4番、6番、2番、3番、5番、3対3、1秒、今スタートしていきました。さあスリットがダッシュ勢の2号艇、3号艇、5号艇、内側からは1番、4番で、まず逃げる1号艇を握っていったのが6号艇のマーズイ、刺して4号艇、3号艇、あとは5番ですが、さあバックスイッチャーまくりが決まった。6号艇の松井茂が軽快に伸びて先頭、そして2番テラスに今度は2号艇、4号艇、5号艇と固まってまいりまして、後ろは1番、3番接戦状態。なおスタートは正常でした。ランタンマーク、トップで6号艇の松井で回って後輩と、さあ2番テラスに5号艇いった懐、4号艇、後ろから2番、3番、5番と回ってきますが、さあ先頭は6号艇、2番テラスやわずかに4号艇の中岡レーサー2周目であります。先頭には一発決まって6号艇の松井、2番手に4号艇の中岡、現在3番手には5号艇の藤原と外枠3艇が上位、2周目で出したマーカー、先頭6号艇、2番手4号艇、3番手5号艇の藤原回った懐、小回りで2号艇の山口ですが、さあ5号艇と2号艇差が縮まってまいりました。インコースに2号艇の山口、アウトコースに5号艇の藤原と2番と5番と両者が接戦状態となっていましたが、どちらにしても後輩と、後ろは1号艇、3号艇の順、第2ターンマーカー、先頭6号艇の松井、2番手4号艇の中岡、今度3発たらす5号艇握った懐、また小回りで2号艇バランスを崩して、さあまたまたアクシデント、上位が6-4-5となって外枠勢最終周回へと入ります。
第7レースは2号艇の山口雄二が失格となっています。1番2番3番6番ダッシュ4番5番です。スタートしました。確定1周の1マークへと向かっていきます。現在スタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。現在スタート判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。お知らせいたします。5号艇西丸裕太郎フライング変換決勝、5番に関する投票券は全て返還となります。お手持ちの投票券大切にお持ちください。6日目の攻防がついています。ボートレース丸亀、水面上は第4レース一般競争です。なおお客様にお知らせいたします。この第4レース出走予定でした2号艇渡辺和正は過日号のため欠場、従いましてこの第4レース2号艇を除く5走立てにて行います。山之内、増田、下田、ダッシュ、木田、中島、西丸です。スタートしました。内側の5艇がほぼ揃ったスタートになりました。確定1周の1マークです。先手はインから1号艇山之内、2号艇増田が差してくる。マクルナは3号艇下田、2番差しは4号艇木田、向こう正面に入ります。先頭争いですが1号艇山之内に対して差し届いて並走している2号艇増田、若干差がついて3番手、こちらも4号艇3号艇接戦となっています。なおスタートは正常です。1周2マーク、先手を取るのは2号艇増田、1号艇山之内、刺そうとしますが4号艇を回す分若干遅れを取って確定ホーム側へと移っていきます。先頭2号艇増田、そして後方アクシデントとなっています。レースはこれより2周目1マークへと移っていきます。先頭は2号艇増田、2番手1号艇4号艇接戦状態となっています。なお後方アクシデントとなっています。お知らせいたします。6号艇西丸裕太郎転覆資格、6号艇西丸は転覆資格となっています。1番2番3番4番5番6番スタートしました。少し4コースが遅れる形、後の5人は大差ないスリット体系。スタート後はインから出ていく1番の武田、逃走体制の1マーク、3コース樋口の仕掛け、2番手までというところ。ようやく待望のシリーズ初勝利が目前です。1番武田先頭、スタートは前提正常でした。早くも興味は2番手争い、内から4番金子、間2番の竹上に外3番の樋口、2マークの旋回は握り合った2番竹上、3番樋口の攻防にぽっかり空いた、ちょーっといって3番の樋口のりまさにアクシデントが起きています。1番2番の上位体系で2周目に入っています。なお3番の樋口のりまさ転覆のため失格、3番樋口転覆のため失格となっております。1番2番3番4番5番6番スタートしました。覗いたスタート3コースから3番の平瀬がいいスタート、しかしすぐに内寄り2人伸び返して逃げる1番の中村、平瀬のまくりはバタついて飛んでいきます。ただ差しが2杯飛び込む、2番斉藤、4番の倉谷、1番雑誌の2番の斉藤がさあへさきかかってきて1番中村との攻防。スタートは前提正常でした。かなり大勢に引き剥がすように2番斉藤がトップで迎える2マーク、後ろから狙いすまして刺した1番の中村、後方では一定アクシデントは5番の金田にどうやら起こっているようです。1番中村刺しが届いて2人先頭争いです。なお5番の金田智弘転覆のため失格、5番金田転覆のため失格でございます。